アクセント移動の話をします。まあいろんな教材が出てるんで、 YouTube とかで調べてもらえば僕よりもうまく説明してるのもいっぱいあるかと思いますんで、このよく言われるフルストローク、タップストローク、アップストローク、ダウンストロークってやつですね。これのお話をします。まずはフルストロークとかタップストロークっていうのは相対的なもんなんですよ。だから音量って全部高さでコントロールするんですね。だからこれ力でいっちゃう人多いです。でも力でいくと、僕の理論ではこの熱量とかその音の重さが変わっちゃうんで、同じ音色で音量だけ変える。だから上から落とすと大きい音、下から落とすとちっちゃい音。じゃあ上と下の差っていうのは、上の方がフルストロークで、下だけで揃えるのをタップストロークと言います。要は次も大きかったら高いとこから高いところに戻す、これがフルストロークで、低いのはで、相対的なんで、例えばこれぐらいの音量とタップがこれだったらっていうのと、もう高さが違うとフルになっ、こっちがフルで考えたり、こっちがタップで考えたりするんで、この高さがね。だからまあ基本的には相対的なもんだというふうに理解しておいてください。ただ練習するときは、じゃあ相対的だからって適当にやったら今意味がないんで、僕のおすすめは90度、これがフルストローク、タップストロークは7センチ以内こういうふうですね。そうすると、タントントントンタントントンって1個目のアクセントつけようと思うと、これはダウンストロークでして、これダウンストロークって言います。だから高いところからね、低いところで、最後上げてあげないと次間に合わないんで、ダウンタップタップアップ、ダウンタップタップアップっていう名前がついています。ダウンタップタップアップ、ダウンタップタップアップ、左もね。大事なのはこのアップストローク、これで、ダウンストロークってこう8ビートの左手とかも、もうダウンストロークできてるんで、みんな誰しもが使ってる。むしろ逆に言うとロック的な音色って全部ダウンストロークなの。全部ダウンストロークでやっちゃえば、これ全部フルでやるとジャズっぽくなる。結構音量っていうか音色の感じでジャズっていうのをすぐ出せる。だからこう次につながっていこうと、一個一個が重い音。まあこれだけでも全然ロックとジャズの違いっていうのは、まあもうタイミングも違うし音色も違うんですけど、そういうふうに使い分けてますね。さあ続きまして、今度はこの、そうアップストロークっていうやつね。これすごく人為的です。要は7センチ以内から叩いてすぐ上に上げる。だからこれがすごい大事。ルーディメントっていうのは基本的にアップストロークの芸術って言われるんですが、アップストロークさえ気をつけてれば、アップストロークとフルストロークさえ気をつけてれば、あとは何とでもなるんですよ。なんでかっていうと、もう次準備しとかなきゃいけない。で、打楽器家の人が結構指揮者の人、小澤征爾さんもそうですけど、だからワン、ツー、スリー、フォー、次にもう大きい音だったら、4の時にもう手を上げておかないと、次にこう、大きい音表現できないでしょ。だから打楽器の音にすごい似てるんですよ。ね、こう打楽器の動きに似てるから、すごくこう指揮の形がやりやすいというか、こうだからワンツースリーフォーでいかないと、ワンツースリーフォーで次に来たって慌てて叩くと、結局慌ててあげるもんだから音色が変わってしまうっていうことになるんですね。だからワンツースリーフォー、アップストロークの場所をツースリーフォー。で、これずらすと結構できなくなります。アップダウンタップタップ、アップダウンタップタップ、アップダウンタップタップ。このアップの時に結構みんなね、これができない。こう手はアップなんだけど、足はこうダウンするでしょ。だからこれが同時にできないんですよ、っていう人が多いですね。で、僕がよく教えるのは、踏むと開くゴミ箱あるでしょ、あれイメージするとでできるようになる。で、3つ目、4つ目はね、結構ここでバスドラが合っちゃう人が多いけど、ダウンの後に
ダウンの1個後にバスドラが入ります。これが、一個一個それぞれのダウンストロークとアップストロークね。でそうするとこう交互でやる場合は右がダウン、左がタップ、アップ、タップ。ここでアップしないとこういう風になっちゃうんで、軽やかに叩くためにはもうこの連続を覚えておくと体が音でこの動きを覚えてしまうようにするのが一番手っ取り早いですね。3つ目、これは難しいです。これはだからさっき言ったアップタップダウンタップアップタップダウンタップになるので難しいですね。あと左手が最初は右手を置いといて足ダウンアップ足ダウンアップでタップダウンタップアップタップダウン、このアップが遅い人がすごく多いです。このアップが遅いとってなる方が多いですね。音色が悪いでしょね。4つ目、バスドラアップダウンバスドラダウンで右をタップで読める。これをできるようにする。これね、フルストロークが出てくるのはダウンアップダウンアップフル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 、こうやって連続するときにね、次の音符を考えてフルとかタップとかをやって、こう音のイメージができると体が勝手に追いついてくるっていう、だからもうやったことのない組み合わせっていうのは絶対戸惑うので、考えられるアクセントの組み合わせを全部練習しておくんです。それを滑らかにできるように練習しておく。でなんとなくはできるんですよ。こうだんだんこうタップストロークが上がってくるのね。で上手い人っていうのはタップストロークがすごい低い、すごくこうコントラストっていうか、こう輪郭がはっきりしてるね、音がね。それがもともするとどこにアクセントがあるのかよく分かんないみたいな感じになっちゃうんで、このアップストローク、ダウンストローク、フルストローク、タップストロークをきっちり切り替えてできるように練習しておく。どんなアクセントの順番が来ても自動的にできる。でアクセントができるとドラムソロって簡単になるんですよ。こう振り下ろすときに場所変えればね、こうやってでクラッシュに行ったりで、アクセント移動が上手くなると楽器力がすごくつく。一つの楽器だけでリズムが出せるので、これはもう基礎中の基礎です。ちょっと端折ってやったので、もしまだよくわからないという方はこうアクセント移動ドラムスで調べるといっぱい出てくると思うんで、いろんな人のを見て練習してみてください。以上でした。